ジギスムント、ジギスムント、シギスモンド、1368年2月15日から1437年12月9日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝。ルクセンブルク家で三人目の皇帝、在位、1433年から1437年、四人目のローマ王、在位、1410年から1437年で、ある。また、ルクセンブルク公 在位。1378年から1388年。ブランデンブルク選定校。在位。1378年から1388年。1411年から1415年。ハンガリー王。在位。1387年から1437年。ボヘミア王。在位。1419年から1437年。チェコ名は、ジク軸文と、 ジックモンド、ハンガリー名は、ジグモンド、ジアクマンド、フランス名は、シジスモン、シジスモンド。父は、ローマ皇帝カール四世、母は四番目の姫、ポーランド王カジミエシュ三世の孫娘エリーザベト。ニュルンベルクで生まれた、ローマ王、ベンツェルの異母帝、在位中の1415年、自らが兼ねるブランデンブルク選定校を、 公園ツォレルン家のニュルンベルク城白フリードリヒロクセイに城とした。半世紀にわたり、ハンガリー王として在位し、地政後半にはローマ皇帝及びボヘミア王も兼ねたが、その死によって皇帝家、王家としてのルクセンブルク家は事実上断絶した。アンジュ家出身のハンガリー王剣ポーランド王ライオシュ一世は、東欧に王に王アンジュ帝国とも呼ぶべき、 一大勢力を築いたが、男子に恵まれず二人の娘を残して1382年に没した。ラヨシュは遺言で、長女、マーリアを、ルクセンブルクや出身で神聖ローマ皇帝兼、ボヘミア王カール四世の息子の一人である、ジギスムントと結婚させ、両王国の共同統治者とするものとしていた。これに対して、ポーランド貴族、シュラフタは、マーリアの妹ヘドビグ、 ヤドビガを女王に衰退して、同君連合を解消する。ルクセンブルク家は、ポーランドの宿敵である、ドイツ騎士団の支援者だったからである。ハンガリーでも、王位継承をめぐって混乱が起きていた。1385年9月末、ジギスムントはオーフェンで、ハンガリー女王、マーリアと結婚したが、この結婚式に賛成したハンガリー貴族は、ラツクフィカナゴクわずかで、 大部分の大貴族、マグナート、代表的なのが、ハンガリー南部を支配する、ガライケとホルバキケは反対していた。特にホルバキケは、アンジュ家の同族である、ナポリオカルロ3世に大いに付くよう要請し、カルロもこれに応える形で軍を率いて、ハンガリーに侵攻し、ハンガリーをカーロイ2世として即位する。カーロイ2世の散脱に対し、 ジギスムント川に寝返った服をガライミクロー氏と、マーリアの母エルジェーベトは共闘して、カーロイ二世を殺害した。ホルバティ家は新たに、カーロイ二世の維持、ナポリオ・ラディズラーを新たな王に建てようとし、さらには和平に赴いた、マーリアの一行を襲った。結果、ガライは殺され、エルジェーベトは獄死し、マーリアは遊兵された。後に、ガライ家とホルバティ家は和解し、 マーリアも釈放されたが、その代償としてジギス軍とは大貴族と同盟して、統治する義務を課せられ、これが破られた場合に大貴族が武力を行使することへ、認めさせられた、公式的同盟。しかも、内戦中に、ハーリチをポーランドに奪取された。このような犠牲を払いながらも、1387年に、ジギス軍とは、自らも晴れて、ハンガリー王,王として即位した。ただし、 ナポリオー家との構想は、後々まで尾を引くことになる。ハンガリー王になったジギスムンとの課題は、バルカン半島で、膨張著しいオスマン帝国への対策であった。オスマン帝国のハンガリーへの侵入は、ナヨシュ一世の頃から始まっていたが、ナヨシュは三百七十五年に、オスマン軍を撃破していた、三百八十九年に、即位したバヤジと一世の下で勢いを増していた。 オスマン帝国の信仰に対し、ジギスムントは国内外に訴えて、ローマ教皇ボニファティウス九世も十字軍直書を出すことで講演した。この間、マーリアの死という悲運に見舞われたが、1395年、イングランド、スコットランド、フランス、神聖ローマ帝国諸公、フランドル、イベリア、ポーランド、ボヘミア、ワラキアなどから次々と将兵が集まった。 タイオスマン戦を熟知しているジギスムントは、ブダにオスマン軍を引きつけて消耗させる案を示したが、決起に流行るブルゴーニュコージャン、ムコアコがエルサレム解放の大義を掲げるのに押され、積極的な攻撃策を取ることになった。こうして10万を超える軍勢が出撃したが、カトリックを報じる西欧騎士と西京を報じるバルカン戦士との確執、旧隊以前の騎士突撃戦法が、あだとなり、 1396年のニコポリスの戦いでバヤジと一世に大敗北を起死した。ムコア公は捕虜となり、ジギスムントは辛くも逃げ延びた。その後、バヤジと一世が1402年のアンカラの戦いで、ティムールに敗北たことで、ヨーロッパはしばらくの間、オスマンの脅威から解放されることになる。ニコポリスでの大敗によって、ジギスムントの威信は地に落ち、 ジギスムントに対する不満が高まった。ハンガリーに帰国したジギスムントは、ニコポリス十字軍の敗因を、国内の旧兵にあるとみな、改革を行った。改革の最大の課題は大貴族への対策である。すでに、ラヨシュ一世の時代に大貴族は勢力を増し、ジギスムントの王領、王城の半数を参拝するなど、その勢いは、とどまることがなかった。 しかもニコポリスでの敗北を機に、大貴族の一人ラツクフィン・シュトバーンは、ジギスムントに変えて、ラディゾラーを大いにつけようと格索していた。陰謀は寸前で阻止されたが、大貴族の勢力は侮りがたいものになっていた。そこで、ジギスムントは大貴族に対抗するため、国内外の有能な人物を多数登用して、新貴族を育成していった。この政策は後に効果を表するが、 大貴族の反発に遭い、ジギスムントは1401年にブダ城に監禁された。その後、信奉者によってジギスムントは救出され、無本者たちに寛大な処置を取ることで人望を獲得していった。翌1402年、ジギスムントは後継者としてハプスブルク家のオーストリア公、アルブレヒト4世を指名したが、大貴族の一部、特に安住派貴族が反乱を起こし、 またもラディズラーを衰退しようとした。反乱を詰めたジギスムントはここでも寛容を示し、大貴族を掌握することに成功した。1405年頃、1408年とも、ジギスムントは、チェリエ・ハク・ヘルマン二世の娘バルバラ・チェディスカと再婚した。ヘルマン二世は、マーリアとは共に、母方のいとこであり、アールパード・アサのハンガリー・オー・イシュトバーン五世をはじめ、 中東王の多くの名門貴族の血を引いており、この結婚でジギスムンとの王いの正当性の補強が期待された。ハンガリーとイタリアを結ぶ重要な拠点であるセリーエ地方に勢力基盤を築くことができるようにもなり、これにより国内の不満はやらいだ。しかもこの結婚の結果、セリーエ家が統治していたアドリア海沿岸の要所スロベニアを獲得した。 ジギスムントとバルバラの間には、カズメ・エルジェーベとエリーザベトが生まれた。ジギスムントは、バルバラや自分に忠誠を誓う、大貴族と共に、1408年に、ドラゴン騎士団を創設する。これは、対応スマン戦に向けて創設したもので、当初は24人の名士からなっていたが、後に、国外の王公貴族も加わった。その中の一人が、ワラキア公ブラド二世であり、 騎士団にちなんで、ドラゴン、ドラクル公と呼ばれた。ブラド2世の息子が、ドラキュラのモデルとなったブラド・セペシュであるが、ドラキュラは、元来、ドラクルの子といった意味であった。ジギスムントが大貴族と共に、勢力削減の対象にしたのが、好位聖職者である。ラギズラーを擁立の陰謀には、好位聖職者も参加し、さらには、ローマ教皇も支持していたからであった。 1404年に、ジギスムントは、教皇令は、国王の同意抜きでは交付することができないという、直令、国王同意権で、教皇の好位聖職者の助任権を剥奪した。そして1417年に、ハンガリー王が司教及び大司教を任命できる、権利を、教皇から承認された。ジギスムントは大貴族、好位聖職者を封じ込めるため、国王顧問会議に、 彼らと共に加わる者として、特別顧問館を設置し、官僚を国政に参与させた。また、都市に特権を与えるなどして強化も図った。1410年、ローマ王、ループレヒトが死去した。そのため、ジギスムントは、帝国諸公からローマ王に選出され、即位することになった。この時、同族のいとこである、モラビア編教博ヨープストが、 共同統治王に立って争ったが、翌1411年にヨープストが死去したため、単独のローマ王となった。ジギスムントは、ローマ教皇を保護することで、皇帝権力の強化を目指した。この頃、ローマ教会は、複雑な対立から分裂していたが、教会大分裂。ジギスムントは1414 14年に、コンスタンツ公会議を催して、ローマ教会の再統一を果たした。 確かにこれによって神聖ローマ帝国君主としての権威は一時的に強化された。一方で、ハンガリー統治はおろそかになり、ベネツィア共和国が1411年にダルマチア奪還を目指して戦争を起こし、ジギスムントが1420年にダルマチアを割上したことでハンガリーはアドリア海への出口を失った。ボヘミア国民に人望があったキリスト教会各派のフス派。 プロテスタントの先区の創始者であったヤンフスは、コンスタンツ公会議で異端として、有罪とされたが、ジギスムントワフスを家計に処した。このため、ボヘミア国民は、ジギスムントに対して、不満を抱き、1419年に、福井を狙って対立していた、全前,前提にして、ボヘミア王のイボアに、ベンツェルの死後、ジギスムントが、ボヘミア王位を継承することになると、ついに不満は爆発し、 大規模な反乱を起こした。これが、フス戦争である。ジギスムントは、反乱を鎮圧するため何度もボヘミアに軍を送り、強行と共に、タイフス派十字軍の号令もかけたが、その都度フス派の指導者であるヤンジシカの指揮する、義勇兵、市民軍の前に入れ続けた。また、ジギスムントが、ボヘミア王位を獲得したことで、ハンガリーへも、フス戦争が波及した。 1432年に、ボヘミア国境地帯で、農民反乱が起きたのを皮切りに、ナジントルバ、トランシルバニアで、次々と農民主導の反乱が起きた。これに対して、ローマ教皇は、フランシスコ修道会士、マルキアのヤコブスを異端審問官として派遣し、徹底的な弾圧を受けたフス派は、モルダビアに逃れ、同地で聖書のハンガリー語訳、フス派聖書を行った。 不ス戦争は1434年に、ボヘミア国内では収束するが、前後して急進派、ターボル派の残党が多数ハンガリー北部、特にスロバキアに逃れてきた。彼らはターボル派の元幹部ヤンイスクラの下で、クロエイ軍という独自の勢力を築いた。ジギスムンとは、軍事的な解決ではなく、政治的な解決を試みたが、政治改革や外交などのすべてにおいて失敗したため、 皇帝としての威信を完全に失った。1433年5月31日にローマ皇帝として退官し、1436年にはボヘミア貴族によって正式にボヘミア王位を認められたが、翌1437年にズノイモにて戦争で疲弊した国々を残して、老人性悪性骨格海洋の目星した。ジギスムントの死により、 ルクセンブルク家の男系男子は耐えた。ローマ皇帝くらい、ハンガリー王位、ボヘミア王位は、オーストリア皇、アルブレヒト5世、ローマ王、ドイツ王アルブレト2世、ハンガリー名アルベルトが継承した。アルブレヒト5世は、ジギスムンとの一人娘、エリーザベトの婿であり、またかつて後継者に指名した、アルブレヒト4世の息子であった。 しかしアルブレヒトは2年後の1439年に、病没し、ローマ皇帝、ハンガリー王、ボヘミア王にはそれぞれ異なるものが衰退された。ジギスムントは若い頃より老皮家で、自らの城を貴族に与えるなど、物をしみしない人物であったと言われている。また、大前として、過酌のない性格であったとも言われる。 ジギスムンとのハンガリー統治は、ナヨシュ一世の遺産をことごとく食い潰したと言える。特に、タイオスマン対策を怠ったことは、後世非難され、現代でも、ハンガリーでの評価は低い。もっとも、ナヨシュ一世の統治自体がすでに不安定なものであり、ジギスムンとはそのツけを払わされた面がある。ハンガリーにおいて、大貴族に対抗するために登用した。 新貴族の中からフニャディアーの種が現れている。フニャディは、ワラキアの出身であるが、ジギスムンとの諸子との噂があった。やがてフニャディは、タイオスマン戦で活躍し、その息子、フニャディマーチャー種の下で、ハンガリーは、束の間の繁栄を迎える。粘り強い外交により、境界統一を実現させる、ことができた点は、ジギスムンとの功績である。最初の妻マーリアとは、 子供がないまま死別した。5歳バルバラとの間に娘一人を設けた。ジギスムントの死後、ローマ皇帝、ボヘミア王、ハンガリー王はエリーザベトの夫であるアルブレヒト二世が継承することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。